はい、先方アズラエル狭間となります。8月18日、ブレイブルー週末大会行きたいと思います。それでは外ダウンして始めてください。さあ、始まりました。今日は遠征勢の方が圧倒的に多いという、状況ですけども、さあ、ワンピーガーが門倉立ち合い人のアズラエル、名前が緑なのがポイントですね。ダインはともかく、さあ、それで2ピーガー、今日は花間使いがたくさんいると聞いて、いてもいたってもいられずやってきたという、ご存知ね、まあ、ブレイブル界ではもうイラストで知らない人はいないでしょうけど、アキリコさんの狭間ですが、ハンターストライクで往復されている。これ相当困るじゃないですか。バリアント、さあ、スタイリッシュでもそれっぽい感じになっている。一本選手したのはアズラエル。その程度の実さあ、ただ今日はさっきも言いましたけど、チーム戦の総当たりでね、試合数自体は多いんで、ガンガンやってもらいたいと思いますが、いい投げ、さあ、残影がも決めて、6試合ちょっと遅れたか、さあ、なんか微妙にトリッキーなウロボート伸ばし出してますけど、ウロボロス A で戻してすぐこう空中ダッシュとかね、モカさんとかニマジンさんとか、あの辺が好きなスタイルですけど。さあ、B ボタンしか押してないんですが、このキャラ強い。さあ、とりあえずボタン押しときは強いです、アズラエル。対地がある。そしてスライティングとか 3C ですね。はい、勝利したのは、門倉立ち合い人さんです。じゃあね、中堅か。斎藤さんのテイガーと、ジョウスケさんの狭間の対戦です。さあ、行きましょう。リードしてるのはワンピーガーです。中堅戦はさあ、先日行われゴイチャリで行われた、ね、GTB セカンドの予選、まあ、お二人とも出てたんですけども、斎藤テイガーは、ゴイの今日いないですけど常連のアットライチとね、超接戦を、本当にすごいいい勝負だったんですけどね、最後ジャンプ D のテイガーのスカリ硬直に棒が当たってフィニッシュみたいな、そういう、好勝負を制止したプレイヤーでございます。あ、この勝負を見せてくれました。ガードがすごい硬いのがね、印象的でしたね。さあ、だからこういうところはガード関係ない、攻撃のモーション中に、うわー、プレン、いけー、邪説、引き寄せられてしまいましたね。繋がってないんですが、テイガーちょっと補正切りが怖いんで、なかなか受け身取りづらいというのがありますけども、あ、これうまいぞ。さあ、ジャンプ 4D、 ディレイスパークボルト引っかかってしまった。動いちゃいましたかね。これこれこれ、おっ、これはちょっと持続怖いっていう感じでペナス遅れましたかね。それでこそ無敵のある ODJ 力を使うべきなんですけども、そう、とりあえず相手がモーション中だったら困った、 ODJ 力みたいなね。さあ、まあでも OD なんでゲージは結構回復しております。一本選手したのはテイガー。さあ、これね、おわ、うまいですね、今のは配置も兼ねているから 3C だ、一定のが入る。さあ、しっかりコンボを決めて、これは移動機上がりをちょっと狙っていった歩き 3C ですが、この 2A 体育はやっぱり狭間戦は超重要ですよね。普通の D 派生は許しませんと。そしてエアドライバー、完璧な流れ、
勝利したのは斉藤テイガーということで、A チームがそれぞれ勝利して、B チームを下しました。おめでとうございます。さあ完全に身内同士の対決になる。さあ、バルケン対ジューベイというなかなか珍しい組み合わせですね。相当珍しいぞこれ。さあ行きましょう。秘伝とのタッチ。バルゼロ。ゼロ一だ。甘いだ。バル。さあまだ初手の取り合いですが、お互い動きが速い、攻撃が当たりません。弾を撃つ。さあまずオオカミ B で捕まえて、怪しい置き攻めに行ったのは東白。さあブレーキジャン A からの崩しにかかってしまってバスト。そのね、オオカミ B 相打ちが相当強いんですよね。コンボできてませんが、なんか暴投してたか、ジューベイが攻撃食らってしまう。移動機上がり、どうして立ち火指導か。さあ強めに行く。結構減りますが、なんか怪しいぞ、ここ怪しい。さあウルバリンしていきますが、指入ってます。さあこの崩し、しのげないか。しのげませんね。フルークまで入って、まずはバルケンハイン一本選手。さあラウンド2です。さあウルバリンしていきますね。これ立ち回り当たると非常に強いんですけども、あーこれは強いですね。バックステップからの派生前ダッシュ 2B ですね。早すぎる。さあ投げ通して、2ラウンド目のペースは10米。さあガメラジオ投げ込んはそれなりに減ります。 6C というか中段、多分 6C10 米。サナの投げが分かんないんですけど、 6C なんですか。 6C、 あ、よかったよかった、ぽかった。 1-1 でファイナルラウンド、あっという間に取り返しましたね。弾を撃つ。さあこの弾は一応まあバルケンは狼状態はガールできないんで、まあ避けるような動きをどうしても取りますよね。さあこれはブレーキというか狼チェンジするところをしっかり殴っていく。中段からの投げ、さあ投げ込みミスってしまうが、どうする、触る。これはミスったっぽいぞ。あー上から降ってくるやつ。さあこれはヒットからのチャレンジで一気に火力は伸びるパターンですね。 2B 長い。さあそのまましっかりコンボを決めて、まず先方先制したのは 2P 側陽子10米となります。そしてさっきのの試合では多分下村バレットが圧倒していたような、チラッと見た感じね、感じだったんで、昔もね、なんか強引に長谷川って狭間がいたんですけど、バレットに一生こう無理ギャーって言ってましたね。あの時はバレットはそうですね、ウィードさんのバレットとかが、よくいた時代ですけども、ウロボロスうっかり伸ばしたらね、スティルムでね、ミクレットキャプチャーで捕まって、こっから画面味で死ぬみたいな、よく見ますからね。さあ要はこのサークルの攻めは狭間は多分耐えるしかないんで、結構きついんじゃないですかね。そしてこのプロボロスの派生先にバレットの D ボタンが置いてあって、ガード不能状態で突っ込んでいってしまう形になってしまう。それが非常に狭間としては厄介ですね。さあさらに昔は
ダウン中のね、バレット相手にタッシー 2C4D ってやったら 4D が噛まないとかね、そういうのもありましたね。さあここはジャンプ 6D からの鋭い攻め、ジャークを使っていく。さあ置き攻めが特殊だが投げは通る。ここはあっと今でもこういうのありますね、やっぱり噛まない。あっと2円暴れ潰しになっていたんですが反応できない、バースト使わない。さあここまで行きたいはずがに我慢しますよねといった感じで、一方前進したのはハザーマン。開幕クーナギを決めていくのはハザーマン。落としてさあステップに裏に回る行動っていうのはね、結構魔王は昔からうまいんですよね。そしてこの空投げ定評あります。中段さあヒートゲージがないけど、このダブルハンスというんですかね、で結構ダメージ伸びます。ニディはガードしているが持続ガードはせなんで、先に動くのはバレットか。さあロボスでなんとかなお逃れたがバックステップが見えた。そこにタジディからコンボが入る。さあこれは受け身狩りになりましたね。さあ煽りが聞こえましたがちょっと待ったらすぐ受け身みたいなね、11でファイナルラウンド。さあバースト差は狭間有利ではありますがというところですね。どうでしょうか。おっ危ない、タッシー指導。しかしこのニュルからの投げが結構響きます。おわっこれはタッシー1段はちょっと予定外やったかといった感じ。今よくジャコをガードしましたね、素晴らしい。いいジャコだと思ったんですけども 6D だタッシー。さあこれちょっとタッシー指導がことごとく安いんですが、まあ問題ないですかね。タッチビーカーのジャーク、ここはしっかりフルコを決めていく。さあこれは 6D は拒否。さあまたバースト読みなのか、これはいらんことまたしたか。2ビーカーのコンボが入る。コマ投げラッキャンから減る。いやー減ったー、素晴らしい。さあちょっとバースト読みが全てあだになってしまった形ですかね。勝利したのは陽下村チーム、 C チームが D チームを 2-0 で下しました。先方はバレット狭間です。それでは始めてください。バレット・ハザマって言っても、ハザマ、どっちもハザマなんですけどね。アキリコさんのハザマですね、こちらは。先方。ジョウスケさんが、中堅に回ります。さあ、1戦目終わって、ちょっとハザマ使いは今のところ振るわないという、状況になっていますんで、2戦目以降、挽回に期待したいところではありますが、さあこのタッシー2段入るでしょう的なね流れ、あこれはいいですね。プリントシューターを暴れで潰していく。タッシー2段入るでしょう的なところで1段だとね、ちょっと高さも変わるしキャンセルタイミングも変わるしで難しいんですけども、さあこの押せ切り当たればよし、当たらなくても攻め系できるというなかなか強いムーブ。さあこれはいい OD だが持続重ねなんで硬直間に合っていない。しかし投げを通して、さあここはしっかり投げ込んを決めていきます。危ない。さあ減ります。おお怖い怖い怖い、ああ怖い。フェイタルカウンターしているか。このまま DD まで決めていきます。一方選手したのはバレット。このまま引けレベル2アクション。
あ、うまい。さあ、テイクリーかけたのをしっかり立ち A 6B で拾っていきます。あ、そう。どうしてもね、端を背負いがちになってしまいますけど、端を背負ってしまうとバレットのやりたい放題のターンが、終わらないのでね、なかなか難しいですよね。さあ、この置き攻めシンプルで強い。もともとこういう用途だったと思うんですけどね、今までは発生とリターンがあんまなくて空気でしたけどもね、6D と 2D のタクが通りまして勝利したのは下村バレットです。まあバレットの 6D と 2D のやつはジャンプには弱いんですけど、置き攻めね、置き攻めに、重ねるような感じだとやっぱり強い。まあ、ただ持続加勢に押してるんで、まあガードはその分ねしやすいかなと。なんですけど攻めが止まらないんでね、結局ステップコマ投げ、コマ投げがついたのは非常にあのキャラでかいなと思いますけども。さあ行きましょう。10名がランクアップマッチとなりますが、さあ無事同段を迎えられるのか。ワンピー側リードしております。よしの10名、スーピー側ジョースケアドバです。あとこれは B 発生が立ち合いはカウンターではなかったので間に合わなかったか。ポン。さあバックステップを読んで深めジャカツからの列戦が、さあこのキャラナチュラルに上り中断してくるんで気をつけてください。アダマード結構面倒さかったですね、このバックステップからのダッシュ 2B とかね。さあこれはちょっと下がってしまったが、まず OD でやり通したが、メッセンガからチャレンジンで一気に火力を伸ばしてくる。置き攻めは移動機上がりだ。この前置き上がりは分かってる感じだが、タジリー B 派生はこのね前ジャンプ C 出しっぱなしに結構引っかかるんで、これ割とハダマとで10秒やってるんで分かるんですけど、結構厳しいんですよね。さあ一歩選手したのは10秒。元からハダマは切り返し弱いんで、サオカガとかでもそうですけどね、端に追い詰められて一生攻められると崩しはないんだけど抜けらんねえみたいなことは多々ありますからね。まあ、だからジャイクに無敵返したという人が多いわけですけど、中断この中断よと、みたいな感じで投げが通る。さああれ見えないんでね、上りジャンエーからの中断は。さあ移動権割り対応信託が安いぞ。やはり移動権割りするに、うわっポン。さあ投げつかに釣られた感じか。ここはしっかりスライド立ち B からコンボに行く。うわー強気の移動機上がり押していきますね。わお、もうダッシュカーンで出ていきなり飛んでくるんで怖いですね。シエー、さあ花はここにゲージをなるべく吐きたくないんですが、さっきも言いましたけど守りが弱いんで、そこに 50% 上がざるを得ない。さあ立ち回りでなんとか押さえるか。チャレンジな後のね10秒はこの結構動きが多彩なんで厳しいですよね。さあダッシュに B が挟んだところにしっかりコンボを決めていく。減ります。移動機上がり OD、 あっ刺さった。これはうまいことつないだぞ。さあどうする。さあどこで補正を切るかというところでディレイ三振。おそらくね 6A の補正切りを警戒したと思うんですけど、 2B ディレイ三振でつながらない連携ですね。わお、1-1でファイナルラウンドだが開幕 2B が当たっている。さあ 2B でこれで減りますね結構。3400熱波だとおかわり。さあバリ直でうまいこと距離離してます。うまいぞこれは。ガードが弱いキャラなんで、守りが弱いキャラなんで、こういうねガードの使い分けっていうのは非常に重要です。さあジョースケアドはいいガードだが、ただチャレンジンだと攻めっけ。おっ上り中段ガード読んでいた。いやこれ厚かましく突っ込んでくるんで、さあ、あれが OD バーストはしない。さあちょっとバースト読みが今日は悪い方向にみんな行ってる感じが。 CA ノーマルヒットだとあっという間に距離を詰めてきますからね。中段バーストに当ててしまう。
あ、さっきも言いましたけど、見てからって無理なんですよ。さあ、結構じりじりやってますね、この10名、やらしい。攻め切ってきます。立ち回りで引っかかるのを待っている感じだ。よし、ここは逆に頭が引っ掛けて、落とす。さあ、移動起き上がり読みのダッシュ3C は当たらないが、ダメージガードから相打ち。さあ、これはまだあるぞ。あっ、裏回りで投げが漏れた。いや、今のはしょうがないです。相当画面ミスターがゆえに、投げしけが出てしまいまして、C チームが B チームを 2-0 で下しました。